これは韓国のドラマでよく見るやつですね。キャラメルコックポン。俺の名前はトール。長身、整った涼しげな顔、そして脱ぐとすごい鍛えられたたくましい体つき。いった、何をあんたどこ見てんのよ。遅れちゃう。出会いの印象最悪がち。転校生の今朝の。あんたとは仲良くする気ないからね。隣の席が空いている。メガネくん、こんなの飲めるか。俺が飲みたいのはバナナ牛乳なんだよ。先生もいるのに、なんで誰も助けないんだ。静かに、あいつは財閥の御曹司、誰も文句が言えないの。クソ御曹司。限定モデルの車だぞ。家まで送っていくぞ。大丈夫、バイトあるの。クソ御曹司、外車乗りがち。大丈夫ですか。主人公は基本的にいいやつ。いいやつじゃん。だんだん近づく心の距離。母さん、少しぐらい食べなきゃダメだよ。すまないね、お前には苦労をかけて。そんなことないよ、貧乏だけどやっぱりめっちゃいいやつ。やめろよ。てめえ、俺が誰か分かってんのか。誰だろうが関係ないだろ。なんでこんなことしたんだ、説明しなさい。警察で取り調べされがち。梅ちゃんばっかりする男は嫌いよ。ごめん。あの野郎、イケメンしかいない三角関係。残念ですが手術ができないと余命半年かと。そんなお金なんて、うちには。命はお金で買えるのか問題。母さん、そんな。母さん、大事な存在突然の死。検視の結果医療ミスであると。なんで母さんがこんな目に。復讐の炎着火。あなたはあの時の。うちで働かないか。偶然助けた老人、資産家がち。もう復讐なんて忘れて私と幸せになろうよ。お前には分からないんだ。復讐への執着からすれ違う二人。コンペイ。やめる時も健やかなる時も乾杯はこのお酒。私だって可愛く惑星。旬は旬のままでいい、好きだ。ヒロイン、酔っておんぶされがち。私も。何が。その私も好きかも。今日のところはお休み。うん。おでこキス。幸せになれると思わせてからの交通事故。通る通る。ここは、あれ、なんで俺こんな。よかった、無事でよかった。なんで泣いてるの。あなたは誰。追い打ちの記憶喪失。やっと見つけた。最終的にはハッピーエンド。逃げるぞ。番外編、韓国のゾンビは動きが早い。な、何これ、何が番外編だよ。韓国のゾンビ、足も展開も早い、噛まれたら即ゾンビね。韓国ドラマの面白さ伝わった。うん。しかも最近の韓国ドラマってジェンダーのこととか差別とかセンシティブな要素も扱ってめちゃくちゃ面白いからすごいんだよな。伝わったけど一つ腑に落ちないことがあるんだけど言っていい。ん、どうした。なんで僕ヒロイン役なの。僕だってかっこよく書かれて甘い言葉言いたかったよ。キャラメルコップポーン、人手不足。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。